スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では週末恒例来週の戦略シリーズの番外編ということで、年内安値目処どこまであるのかと、どこまで可能性があるのかという私の、まあ、見解をお話ししたいと思います。撮影日は2016年3月18日です。で、昨晩ですね、年初来安値を更新しました。はい。前回ね、このあたりをさらに、割ってですね、110円台に一時突入しました。ただ、今は、それより少し上の水準で、揉み合ってるんですけども、まあ、ここがね、サポートとして機能するのかどうかというところです。はい。でですね、まあ、米ドル、あ、ごめんなさい、日足チャートで見るとこんな感じなんですけども、ちょっと週足チャートの方で、見ますと、このような状態です。はい。なのでですね、まあ、これから先もう少し下に行くとしますとですね、まず心理的節目の110円ですね。はい、この結構5円刻みとか10円刻み、まあ、特に10円刻みなんかはね、結構抵抗するので、まあ、ここでの揉み合いが一度あるのかなと思います。で、もしも、この110円を明確に割ってしまったらなんですけどもですね、結構ここが真空地帯でですね、107円台前半まで、はい。ですね、ここら辺りからも一気に上がっていってしまってるんで、はい、までの可能性があるかなと思います。で、その次となりますと、105円台。はい、まあ、ここはサプレージもありますし、まあ、心理的節目ですね、先ほど言いました、5円刻みで言う105円。そしてその次、104円というところも視野に入ってきます。まあ、105円から言うと1円なのでね。で、まあ、ちょっと一つ前に戻しますけども、スライドをですね。はい。先日ですね、先週末の来週の戦略でですね、ちょっとここのあたりね、ずっと居心地がいいんじゃないかということを言ってたんですけども、ただですね、2円しか値幅がないので不安だと。せめてここから、ここまでぐらいの間で動いていると、まあ、ここレンジの、リピート系のね、FX で狙っていくというのもありかなというお話したんで、まあ、もしかするとですね、ちょっと、このレンジの範囲が広がって、ここからここまでで、動くという可能性も、なきにしもあらずです。はい。ちょっとここはわからないんですけどもね、まあ、先週言っていたこの2円値幅はやっぱり狭かったなということがちょっとね、はい。今週になって出てきたかなと思います。はい。で、まあ、こんな感じで安値目処なんですけどもですね、はい、2016年2月末のね、G20 の声明でですね、通貨の競争的切り下げを回避するということが明記されました。これその時のね、週末の戦略の動画でもお話しましたし、はい。でですね、ということはですね、円高方向に為替が動いていっても政府日銀は安易に為替介入などはしづらい状況になったということです。もしもですね、ヘッジファンドが売り仕掛けなどをしてきても対応は限られるんじゃないかなと思います。まあ、107円とかね、そういった水準というのは超円高とは言いづらいですよね。民主党政権時代に70円台、75円ぐらいかな、つけてるんで、まだまだ、はい。そんな為替介入なんてことはちょっとしにくいかなと思います。でですね、あともう一つですね、日本人っていうのは、円売り好きなので、まあ、円売りドル買いとかですね、要はロングポジション好きなので、そこを狙って借りに来る可能性があります。ヘッジファンドが。はい。まあ、それはしてくるかどうかっていうのはわかりません。でですね、ちょっと昨日の、5ドル円とかクロス円攻略の動画でまあ、ちょっとお話したんですけどもね、まあ、取引する通貨ペアはね、米ドル円、クロス円に限らず、違ったものにも目を向けるといいのではないかなと。面白いのがですね、まあ、ブログでもちょっと取り上げたんですけども、5ドル、米ドルですね。はい、すごく高値つけていって、私的にはこう売りたいところなんですよね、冷やしで見ると。はい、もう、ね、ちょっとブレイクしそうなんですけども、上髭でここで陰線を、つけたら、ここでショート入れて、ここのサプレージまでに、差し値。そして同じ値幅で逆差しに置くっていうショートを入れたいところなんですけどもですね。ただ、週足で見るとこんな感じなんですよね。はい。ここをはっきりブレイクすると、またもう一段、ちょっとまあライン引いてないんですけども、0.777 かなぐらいまであってもおかしくないかなと。まあ、こんな感じでですね、何もね、米ドル円とか、
ユーロ円とかそのあたりにこだわらなくても、ユーロドルとかね、そういったものも取引のする対象に入れていってはいいのかなと思う。ただちょっとあまりにもね、マイナーすぎる、通貨ペアはやめた方がいいかなと思います。はい。ということで今回の動画でお伝えしたいことなんですけどもですね、わからないですよ。はい。わからないですけども、売り仕掛けがあったときですね、さらなる円高局面になってもですね、いいようなリスクコントロールをしておく。はい。例えばですね、リピート系の FX、ループイフダンとか、トラリピとかっていうことをやっておられる方は、まあ、もうロスカットするのか、あるいはもう証拠金を、かなり増やしてですね、一段安になっても耐えられるようにするのか、あるいは裁量取引、自分のね、判断でやってる方で、こんなに下がると思わなかった、含み損が膨らんできてるっていう方は、逆差し値をきっちり入れるとかね、そういうことをしましょうということです。はい、米ドル円クロス円、特に、このね、このあたり。で、今も言いましたけども、円絡みじゃなくてもいいんじゃないかと。別にここにこだわる必要はないかなと思います。ユーロドルなんかも今、スプレッドが結構狭いんでね。はい。そういったものも検討してみるか。はい。あとですね、まあ、先ほどもちょっとね、もしかすると、この、レンジで動く可能性もあるので、今が絶好の買い場かどうかっていうのは誰にもわからないです。もしかすると、今がすごくチャンスなのかもしれませんし、ね。これから先、ずるずる下がっていくのかもしれません。ちょっと、ここはわからないです。はい。ということで、まあ、とりあえず、心構えだけしておきましょうということを、まあ、お伝えしたかったんです。はい。投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。ということで、まあ、週末には週末恒例来週の戦略、そして最近ね、それ以外にも FX、バイナルオプション、システムトレードなど、投資に関するいろいろな情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。そして私のブログはこちら2つありますので、こちら2つの検索キーワード、もしくはこの動画の解説欄、説明欄に掲載されております URL よりご覧ください。また動画とは違ったことも、書いておりますし、はい、ぜひこちらも見てみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。